こんにちは、アスカです。ファッションデザイナーをやっています。詳しくは概要欄やプロフィール動画をご覧ください。今日もベルリンからお届けします。今日はパンデミックがファッション業界に与える影響というのについて考えてみたいと思います。私はいつもいろんなところからニュースを拾っていて、イギリスの BBC とかアメリカの NBC のニュースを見たりとか、オーストラリアの ABC たまに見たりとか、ドイツのテレビで、日本のニュースはヤフーニュースとか YouTube の24時間のライブニュースを見たりとかしてるんですけども、今のところね、どこも感染者数の伸びだったりとか各国の対応対策っていうニュースがほとんど で経済の話もあるんだけども、株価の下落だったりとか航空会社やホテルの危機などの話が多いように思います。で、この前日本のニュースでアパレル業界が外国からのツーリストが減ってて百貨店の売り上げが落ちてるみたいな報道があったんですけども、ファッション関係で耳に入ってくるのはそのあたりぐらいですかね。で、今回はリーマンショックの時と違って、他の国で起きた経済低迷の余波が影響してきてるっていうのとはわけが違って、全世界であらゆる活動が物理的に止まってしまってるっていうのが大きな違いだと思ってます。で、ファッション業界って言っても広いから、私の経験からわかる話に限定されることにはなるんだけども、ちょっと話してみようと思います。で、ファッション業界はね、華やかなものばかりが目につくかもしれないけども、仕事の半分は生産っていう地味な仕事があって、で、企画があってデザインがあって、で、生産がちゃんとできてやっと服が出来上がるっていうことですね。で、最初に中国でコロナが始まった時に心配したのはそこでした。で、日本のアパレル会社の多くが OEM っていう生産に特化した会社を通して物を作ってます。具体的に言うと、ブランド側ではデザインとか企画をして、それを OEM が生産を請け負って生産をする。で、 OEM は世界各国に生産できる工場のつてを持っていて、作りたいものに合わせて取引先を選んでいるという形になります。例えばダウンとかコートとかの大物が得意な工場もあれば、ニットに特化した工場、あとはカットソーに特化してたりとか、プリントとか染めの加工ができるところっていうのを作りたいものに合わせて依頼をしているっていうことです。で、もちろん国内にもね、依頼先はあるし、韓国、台湾、インド、フィリピンとかいろんな国にお願いすることはあるんだと思うんだけども、一定の品質に信頼が起きることだったりとか、日本との仕事のスピードに慣れてたりとか、輸送にかかる距離とか、リードタイムって言って物を発注してから上がってくるまでの時間だったりとか、価格の問題だったりとかして、中国に頼ってるところが多いと思います。例えば韓国だと縫製は綺麗なんだけども価格が高いとか、あとフィリピンだとのんびりしてて急いでくれないとか、あとインドとかだと物理的に距離が遠くて輸送に時間がかかるみたいなことがいろいろあって、結局中国が生産の大半を占めてるっていうのが現状だと思います。で、ただでさえ春節の時期、チャイニーズニューイヤーの時期は生産に関わってる方にとっては毎年の悩みだと思うんですけど、中国が休みになるから工場がストップして、その休みの前に 前倒しで生産して納品してもらったりとか、休暇後に休暇が明けて急いで上げてもらったりとか、調節にこう躍起になる時期なんだけども、今年はこれに加えてコロナが始まってしまいました。で、外出禁止令などが出て工場が止まって、で、動いてる工場があっても急を要するマスクの縫製に人員を回したりとかしてると思います。で、そろそろ工場が稼働していくかもしれないんだけども、輸送の便が少なかったりとかして、発注しても届かなかったりとか遅延したりとか、なんかそういうことが起こっているっていうのが
現状で、その複合的な停滞が今回の怖いところです。で、私のやってるテリアカっていうブランドはイタリアから生地を買ってドイツで縫ってることが多いんだけども、そう、イタリアから生地を買っている。で、最初はね、中国がダウンして生地が手に入らない企業からイタリアの繊維会社に注文が行くっていう流れもあったようで、私と付き合いのある会社も急ぎで代用品が必要なら用意できますみたいな、注文を受けますみたいなメールが来てたんだけども、イタリアでも感染が始まって外出禁止なんかの報道が流れると、また会社からメールが来てて、私たちはまだ営業してます、従業員にコロナ患者はいません、私たちの商品は汚染されてませんみたいな、結構問い合わせがあったのかもしれないんですけど、そういうメールが来ました。そしてついにイタリアの生産活動停止命令が出ましたよね。で、そのタイミングでしばらくクローズしますっていうメールが届きました。で、中国の回復が本当であるならイタリアも数ヶ月で回復するかもしれないけども、中国の生産が動き始めた。で、イタリアの生地会社も中国の生地会社も営業を開始したってなったところで、生地そのものを遡って考えると、生地は何からできてますかね。綿花ですよね。で、綿を作ってるのはどこですかね。インドですよね。で、その第3波って言っていいのか分かんないけども、感染がインドでも広がり始めていて生産活動停止してると思います。そうやって考えていくと、洋服って世界のいろんな工程を踏んで作られていて、原材料から最終売られるところまで全ての工程に影響が出ると、停滞がどれぐらい続くのか想像できないっていうところだと思います。今店頭に並んでるのはおそらくコロナ前に滑り込みで生産が終わっているものだと思います。で、ファッション業界は今どういう動きをしているかというと、先日ですね、2月末3月頭は世界でファッションウィークがあって、秋冬物のコレクション発表が行われて、各ブランドは受けた注文を生産に移すっていう時期で、で、私のブランドは今生産時期ではないんで肌身には感じてないんだけども、今じゃあ生産をしろって言われたら相当ちょっと今どうしていいかわからないっていうことになってると思います。なので、アパレル会社は結構苦戦を強いられてるんじゃないかなと思ってます。服を作る側から見る影響はこんな感じで、で、冒頭でも言ったんだけども、アメリカで起こったリーマンショックの余波は不景気の波としてやってくるんじゃなくって、作られる工程それぞれに影響が出ているっていうのが今回の大きな特徴だと思います。もちろん目に見えやすい小売業の影響も相当あると思います。で、私がやってるテリアカはその流行はない、自分が面白いと思う服をシーズンレスで提案するっていうスタンスで活動していて、で、テリアカを扱ってもらってるお店はどこもオーナーの目利きでセレクトした面白い商品を扱ってるお店ばっかりなので、そのニュースであるようなツーリスト相手に販売してるお店だったりとか、販売計画があって今この時期にトレンドのものを売り切ってしまわないといけないっていうビジネスをしている業態に比べたら影響が少ないとは思うんですけど、それでも影響がないわけではないと思っていて、ただその服は気分を変えてくれるんですよね。で、東日本大震災の時もベーシックな服とか今流行りの服とかそういうものの売り上げは落ちてたけども、クリエイターの思い入れがある面白い服っていうのはパワーをもらえるので、そういうものを扱ってるお店は逆に伸びてるっておっしゃってる店舗もあったんですよ。なので、外出できるようであればね、気分転換にお店に行ってみてほしいって言いたいところなんですけども、私は日本のニュースは見てるけど空気感まではわからないから、あくまで感染に十分注意しながら日本のガイドラインに、国のガイドラインに沿ってっていう話にはなるんだけども、で、個人経営で面白いセレクトをしているお店が経営難にでもなったら、本当に流行りの売れやすいものを置いてるお店ばっかりになっちゃうから、
お店を助けるっていう意味でも、好きなお店で本当に気に入った服を買ってほしいなと思ってます。やっとあったかくなってきて、コートが脱げて、おしゃれが楽しい季節でもあるから、早く外に出る楽しみだったりとか、おしゃれをすることを思いっきり楽しめるようになればいいですよね。今回はファッション業界に特化して話をしてみましたが、もちろん旅行業界とか飲食業界とか、どこも大変だと思います。で、まあファッションもね、オンラインに移行して買い物はできたりはすると思うんだけども、やっぱり実物を見てっていう楽しみは別にあるから、この事態がね、早く収束するように願ってます。今日はこの辺で終わります。ではまた。